こんにちは、モモンガ先生です。今日もよろしくお願いします。早速なんですけれども、今日の動画はモモンガさんの教育の基本である手乗りの方法について教えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前にも手乗りの動画は簡単にお見せしたんですけれども、やっぱりお客様からお迎えしたモモンガさんの手乗りが難しいっていう相談を結構いただくんですね。今日はですね、そのため手乗りの方法を簡単に説明しようとは思うんですが、最初に申し上げたいのはですね、まずモモンガさんの教育って正解はある意味ないような感じなんですね。要はモモンガさんの性格によって、やっぱりいろいろお客様の方で工夫していただく必要はあります。ただやっぱり一つだけポイントの方は決まってまして、いかにですねモモンガさんのストレスにならないように、まあ、手乗りにしても他の教育に関してもしていくのかってことがとても重要になります。なので今日は手乗りのですね、一番スタンダードな方法っていうのをですね、動画の方で紹介いたしますので、まあ、これでもどうしてもうまくいかないなって方はその都度聞いていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、手乗りの教育で準備していただくものはこちらになります。アーモンドの粉になるんですね。で、これ手乗りをするとき、ひまわりの種とかを乗せてやる方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりひまわりの種だとすぐに降りちゃうんですね。で、手の上にやっぱ長く滞在してもらうためには、アーモンドの粉が一番ですね、優秀なおやつになりますので、手乗りの訓練のときはぜひこちらをお試しいただければと思います。で、乗せる粉の量なんですけれども、慣れてきたらもう少なければ少ないほどいいと思います。やっぱおやつあげすぎは良くないので、ただお迎えして最初緊張している時っていうのはある程度量があった方が乗りやすいので、最初はこれくらいの量ですね、少し多めに入れてもらえればやりやすいと思いますので、ぜひですねこちらご参考いただければと思います。では早速ですね、モモンガさんのお部屋に行って手乗りの方法を具体的にレクチャーしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあこれからですね、モモンガさんの教育の方、手乗りの教育のやり方を実践していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、冒頭でいかにストレスをかけないかって言ったんですけれども、モモンガさんの手乗りの教育、起こすところから始まります。まずはですね、ゆっくり起こしていきますので、それやり方を見ていただけたらと思います。じゃあこちらへどうぞ。今モモンガさんが寝ているんですけど、やっぱりですね、教育うまくいかない方っていうのは起こす段階でだいぶストレスが与えちゃっています。お布団を無理やり剥がして起こすのは仲良くなったら結構有効なんですけど、最初はですねこういう感じで、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけど、お布団くるまって寝てる状態になりますので、上のですね、表面の布団を軽く剥がしていただいて、じゃあアーモンドですね、アーモンドを布団の上からこうパラパラってかけます、はい、でこっちの子もですね、こっちの子も上からパラパラってかけますね。そしたらモモンガさん、アーモンドの匂いにつられてこういう風に顔を出してくるんですね。これも結構早い方です。でこの子はですね、もうすでに顔を出してきているので、顔を出してきたら手乗りの教育始められます。ただですね、もし顔を出さない場合は、一旦飼い主さん緊張している可能性もあるので、お部屋を一旦出てお部屋の外から顔を出すまで待っていただく必要がありますね。これが起こし方になります。じゃあモモンガさん、いい感じで起きているので、早速教育の方を始めていきたいと思います。ちょっと手の方を見ていただきたいんです。まずですね、モモンガさんに手乗りをするときは、指はですね開かずに閉じた状態にしてください。で、親指もできれば閉じた方がいいです。で、モモンガさんの顔の前に近づけるときにですね、こっち側じゃなくて手のこっち側の側面をモモンガさんの顔の前に出すようにしていただきたいんですね。ちょっと見てもらったら早いので一旦実践してみたいと思います。今ですね、モモンガさん、だいぶですね、ちょっとずらそうかな。ごめん。ではですね、モモンガさん、だいぶ顔を出してきてますので、はい、こういうふうに顔を出してきたら、横にですね、手の側面を乗せてあげてください。今、カメラの前でかなり緊張してるんですけど、それもこう食べてきてくれます。食べてきたら、手をですね、真上ですね、直角90度に持ち上げる感じになります。
で緊張して最初乗らないと思ったらゆーっくりまた下げていただくんですね。でこのポイントはこうグイッと近づけるんじゃなくて、モモンガさんが自分から乗るまで待ちます。待っていただいてまたゆーっくり上げてですね、で触覚よりもややモモンガさんを寄せながら上げていただくと、ちょっと食べにくい状態が続くので次第にもどかしくなって自分から乗ってきます。これ乗ってくる前に待つ必要があるんですね。で今ですね、乗ろうかどうか悩んでます。でこの子本来はですね、手乗りに優秀なんですけれども、まあだいぶ緊張して乗らないですね。はい、また降りちゃいました。でここでですね、結構間違う方はかなりですね頑張ってチャレンジをしちゃうんですけど、この辺でダメだなと思ったらもう一旦次の日まで我慢していただくのがいいと思います。ただこの子本来優秀なのでちょっと一回乗ってみたいと思いますね。でここまでできるだけでもかなり優秀な方です。最初やっぱお迎えして、ほら見て最初優秀して、はい、おいで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 、ほらおいで、大丈夫大丈夫大丈夫、大変してくれるといいでー、ほら、はい、乗りました。これがですね、手乗りの成功ですね。で手に乗って大事なのは、すぐには触らないであげてください。手乗りをしてからですね、一気に触っちゃうとストレスかかっちゃうので、手乗りはですね、まあ、何回目かに成功したあたりからゆっくり撫でるようにするんですね。はい、これが、まあ、手乗りの方法になります。で最初はですね、乗ったらちゃんとおやつを食べ終わるまで待ってあげるのも大事ですね。手の上に乗ったらいいことがあるんだよっていうのを教えるためにですね、しっかりおやつは完食させてから自分の意思で降りるまで待ってあげるのが大事になります。かなりですね、食べ終わってこの手の上は何かなっていうふうに観察してますね。でもうこの子手乗りは慣れているので下ろしちゃうんですけど、少しゆっくり下に下ろしてあげていただいて、自分で降りるまで待ちます。はい、降りました。で降りたらありがとうっていう感じでお布団戻してケージを移動して、これでですね、教育一旦完了、手乗りの教育完了になりますので、ぜひご参考いただければと思います。簡単ではあるんですけれども、モモンガさんの手乗りの教育の方法、今日はこれで終わりにしたいと思います。で皆さん本当にですね、最初にも言ったんですけど、いろいろ工夫しながら実際やっていただく方多いんですね。で教育には正解はないとももちろん言ったんですけれども、やはりですね、一番大事なポイントはモモンガさんに無理をさせずに、できるだけストレスのない状態でちょっとだけ頑張ってもらう、これがですね、教育の一番のポイントになると思います。まあ、手乗りだけじゃなくてですね、このやり方っていうのはもう全てのことに影響しますので、あくまで今日の動画を参考にしながらですね、モモンガさんの無理のない範囲で教育を続けてください。今日はちょっと難しいなって思ったらもうやめてしまって大丈夫です。でちょっとずつでもやっていけば、長い目で見たらモモンガさん必ずいつかはできるようになりますので、もしですね、本当にそれでもうまくいかないときはですね、簡単にご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今日はこれで終わっていきたいと思います。これからもですね、有益な情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。